2月20日から3月28日までの期間、いなべ市梅林公園で毎年恒例のいなべ梅まつりが開催され、満開となった3月14日日曜日、県内外から関係者の予想をはるかに上回るおよそ7500人が来園し、東海エリア最大級およそ100種類4500本もの梅を堪能していました。地域の高齢者の方々によって整備された手作り梅林も、植林を行ってから10年が過ぎ、見応えのある梅を見ることができるようになりました。いなべ市梅林公園の魅力は、雪化粧した鈴鹿山脈を背景に高台からさまざまな種類の梅を一目で楽しめるところ。いなべならではのこの絶景が口コミで広がり、年々来園者が増え続けています。人気の品種はクレハシダレというシダレ梅や、赤と白の咲き分け思いのまま、この世のものとは思えないほど綺麗と感想を話す人も見られました。また園内では梅の苗木などの販売や、毎年大人気のいなべ産のそばの販売なども行われ、この日は晴天に恵まれたこともあり、大自然の中で美しく咲き誇る梅をめでながら食事を楽しむ家族連れの姿が多く見られました。今年も大盛況のうちに幕を閉じたいなべ梅まつり、今月24日土曜日からは農業公園エコ福祉広場でいなべボタン祭りが開催されます。また5月2日日曜日にはボタン祭りを盛り上げるさまざまなイベントも行われる予定です。ご家族揃ってぜひお出かけください。